でをご覧の皆様、おはようございます。本日はですね、前回の貫通で引き続き八戸航空基地に来ております。で、今日はですね、P3C に登場させていただくということで、八戸航空基地の第二航空隊にお邪魔しています。はい、それではタイトルコール行ってみましょう。日の出前のまだ薄暗い中、飛行作業が始まります。安全を確保するため、しっかりと飛行前点検。こちらはそのブイを搭載中。軽々と運んでいますが、1本およそ20キロあります。そうこうしているうちに、辺りが明るくなってきました。飛行前点検も完了です。機内整列が始まりました。機内整列では任務や訓練の目的、天候状況についてクルーとの意思疎通を図っています。機内整列も終わり、今から飛行作業にかかります。雰囲気がピリッとしてきました。皆さんの邪魔にならないようにしっかりレポートしていきたいと思います。頼みましたよ。さあ、これからエンジンスタートです。操縦士と地上の整備員が手信号で意思疎通を行いながら、一つずつエンジンを起動します。いよいよ動き出しました。まもなく滑走路です。次デパーチャーウィングランウェイ25の VR デパーチャー。いってらっしゃい。あっという間に雲の上まで来ました。まるで雲の絨毯のよう、とっても綺麗です。さて、普段あまり目にすることのない訓練の様子をご覧ください。双眼鏡で外を監視している女性がいますね。こちらは機上部機員が双眼鏡を使って目視による洋上の監視をしているところです。監視するだけでなく、船舶の写真撮影を実施します。現在向かっているオホーツク海では、2月上旬から3月上旬の間、なんと流氷が見られるのです。さすが北方の舞台。流氷が見えてきました。海面一面に広がっています。ご覧ください。息を呑むほど素晴らしい映像が広がっています。航空機による海氷観測は、気象庁の依頼により、昭和35年の開始以来、1000回を超える観測回数を記録しています。流氷の興奮冷めやらぬ中、八戸航空基地に帰ってまいりました。はい。無事に
着陸。あとは駐機位置まで移動すれば任務完了です。はい、今フライトが終わり、航空機から降りてきたところです。で、今日はですね、風が強くて航空機もすごく揺れて降りてきたんですけど、まだ私もちょっと揺れてる感じが残ってます。なんですが、天気が一日中良くて流氷も綺麗に見られて、すごくいいフライトになりました。続いては第2航空隊の千人伍長にお越しいただきました。お話を聞いてみたいと思います。では自己紹介からお願いします。やっと来てくれました青森県に。言われました、言われました。遅いですよ、すいません。はじめまして、八戸の第2航空隊の千人伍長をしてます成田総長です。お願いします。よろしくお願いいたします。遅い。すいません。これから入ってくる子たち、今いる若年隊員、何かこうアドバイスというかメッセージというかありますでしょうか。そうですね、なんか世界情勢難しくなってて、どうなんだろうって思われる自衛隊に なりつつあるところ ですけど、私は青森に住んでて、青森で生活してて、ふるさとを守りたいとか、はい、でそこに直結できるのが自衛隊だと思うので、はい、ぜひともそうやって入隊してもらって、はい、一緒に働きたいなと思っていつも生活してますので、こうやって空気作りしながら若い隊員が生活しやすい環境を整えてますんで、恐れず入隊してみてください。はい、素晴らしいですね。素晴らしい。じゃあ拍手、拍手、皆さん拍手。続いてはこちらのフライトスーツを着た女性隊員にお話を伺いました。私、海馬広報室の平松一曹と申します。私実は機体整備員なんです。なのでちょっと航空つながりですごく嬉しいなって思ってます。よろしくお願いします。一人ずつ、はい、行ってもらっていいですか。はい、海士長大塚凛です。マークは機上部勤で航空機の見張りをしたり、写真を撮ったりをしてます。すごい、すごい。はい、海士長菊池美優です。音響対戦員やってます。飛行機の上でいろんな音を聞いてます。どんな音が聞こえるんですか。クジラの鳴き声とか。真似できる。キューキューみたいな。乗るときに必需品ってありますか。はい、教えてもらおうかな。これです。うん、これは日焼け止め。日焼け止め。あ、焼けるの。あ、はい、航空機は結構窓からの紫外線で日焼けしちゃうので、将来のためにシミにならないように。そうよ。もう必需品です。飴です。あ、飴ちゃん。飴ちゃんが、私飛行機に弱いので、実はゲロ袋も必需品なんですけど。これ大事です。これをね、私も持たせてもらったんです。本当にもう、なんで酔ってきたなと思ったら飴を食べるとか、そういう風にして対策してます。この後も楽しい女子トークが続きました。ではちょっと最後の質問になります。こういう感じになりたいなとか、まあ何か目標があれば教えてください。はい、私はまだ練成中なので、早く一人前になって、で機上部勤は特に女性の方がまだ全然少ないので、女性の方がもっと活躍できるような職場していきたいなと思ってます。すごい先まで見据えて。楽しい。まあ、ウェーブがまだ全然少ないので、増えるように航空部隊を明るく入りやすいんだよっていうのが伝えていければなと思います。できる。できますよ。航空部隊を背負って立とうとする意志がひしひしと感じられて、とてもとても頼もしいと思いました。そしてもうかっこいい、そしてかわいい。何回も言いますけど、めちゃくちゃかわいいです。ではでは、今日はもう忙しい中お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。では、はい。